皆さんこんにちは。私たち白石食生活改善推進員は料理教室を開催したり、保育園や幼稚園に出向いて子どもたちに食に関する劇を行ったり、またふるさと祭りなどのイベントでは子どもから大人まで市民の方々に食生活の大切さを伝える活動をしています。よろしくお願いします。今日作るのはこのような料理です。4人分作ります。主食はご飯、主菜はポークミルクシチュー、牛乳と片栗粉で簡単に作れます。野菜を無駄なく使っています。副菜はもやしとちくわの甘酢あえ、甘酢だれで和えるだけで簡単に作れます。デザートは黒蜜がけ白玉団子。黒蜜や白玉は短時間でたやすく作ることができます。作り方さえ覚えておけばいろいろなアレンジができます。健康取得情報をお届けします。今日のキーワードは健康、簡単、エコの3つです。まず健康的な食事について話してください。はい、健康的な食事と聞いてまず思い浮かべるのがバランスの取れた食事です。皆さんの中にはこんな食事で済ませている人はいませんか？なるべく主食、主菜、副菜が揃うようにしましょう。同じ麺類でも具沢山にするとバランスがかなり良くなります。それに3食きちんと食べること、特に朝食は一日のスタートですからしっかり食べましょう。農林水産省のパンフレットによりますと、主食、主菜、副菜を揃えて食べている人は病気にかかりにくいと書いてあります。例えばどんな病気ですか？がん、循環器疾患、糖尿病などです。バランスの取れた食事は健康のもとなんですね。バランスの取れた食事は長寿とも関係があるとパンフレットにも書いてあります。健康で長生きするためにも食事は重要です。野菜を食べることも大切だと聞いています。野菜は体の調子を整える働きがあります。一日に食べる量の目安は 350g ですが、ご存知でしたか？はい、実際にはどのくらいでしょうか？ここに 350g の野菜があります。かなり多いですね。野菜の量を知る目安として手ばかりという方法があります。1回に食べる量は生野菜でしたら両手に乗るくらい、加熱したものでしたら片手に乗るくらい、1種類の野菜だけでなくいくつかの野菜を組み合わせるといいでしょう。今日のメニューではどれくらいの野菜が取れるのでしょうか？215g です。1日の目安が 350g ですから、およそ3分の2が取れることになります。次に簡単料理について教えてください。簡単料理は食材選びと調理法についてお話しします。食材選び、缶詰、乾物、加工品、冷凍食品などをうまく利用しましょう。献立に迷った時や忙しい時に便利です。またこれらは非常時にも役立つことが多いので、ぜひストックしておくことをおすすめします。魚料理がなかなかできないなという時に魚の缶詰を使ったり、野菜が高いなと思う時に
冷凍野菜で代用できます。冷凍野菜は旬の時期に加工したものですので、うまく利用してください。次に調理法ですね。暑い時期は火を使うのが大変で、皆さんの中にも電子レンジで加熱したという方がいらっしゃるのではないでしょうか。すぐ使える食材を選んでも調理法が複雑だと時間がかかって大変ですよね。今回の調理ではもやしは電子レンジで加熱していますし、主菜のミルクシチューは材料を洗って切って煮るだけ、鍋一つでできる簡単料理です。それなら誰にでも簡単にできそうですね。そうですね、ぜひお試しください。最後にエコ料理のポイントをお願いします。エコ料理は3つの点から考えてみましょう。買い物、調理、片付けです。まず買い物は旬のものや地元の産物をうまく利用してください。エコに関係あるのですか？はい、旬のものは栽培時にかかるエネルギーが少なくて済む、栄養価が高い、値段が安いなどの利点があります。地元で採れた産物は距離が近いので新鮮で美味しいものが手に入ります。冷蔵庫の在庫管理も大切です。冷蔵庫や冷凍庫の中に買ったままで眠っている食品はありませんか？しなびてしまった野菜など残っていませんか？買い物に出かける前に冷蔵庫の中身をチェックすることもエコに関係あります。次は調理においてのエコですね。はい、食材を無駄にしないこと、野菜も丸ごと使う工夫をしてみましょう。今回の調理では、ミルクシチューは人参は洗ってそのまま使っていますし、ブロッコリーは茎の部分も利用しています。皮は剥かないのですか？野菜は皮の下に栄養がたくさん入っているものが多いので、よく洗ってからそのまま使ってみてください。調理するとき工夫することはありますか？鍋でお湯などを沸かすときに蓋をする、火加減を調節する、濡れた鍋の底は拭いてから使うなどが大切です。最後は片付けですが、エコに関係あるのですか？はい、いくつか例をお話しします。油汚れの食器は重ねない、汚れの少ないものから洗う、そうすると洗剤や水を節約することができます。汚れた鍋や食器はあらかじめいらない布やキッチンペーパーなどで拭いておくと汚れの多くが落とせます。今日のキーワード、健康、簡単、エコについてお話ししましたが、お役に立ちましたでしょうか。これが使う材料です。まず豚肉を一口大に切り、塩コショウを振ります。玉ねぎはくし形に切り、
それを半分にします。残りの半分も同じように切ります。人参は皮ごと使うので、よく洗って小さめの乱切りにします。ブロッコリーは茎の部分を切り落とし、小さな房に分けます。そしてきれいな葉や茎の芯の部分も無駄なく使いましょう。鍋に豚肉と玉ねぎ、人参、ブロッコリーの茎、水500ミリリットル、酒大さじ2、ローリエを入れて煮ます。火加減は中火です。煮立ったらアクを取り、野菜が柔らかくなるまで煮ます。さらにブロッコリーを入れて火が通るまで煮ます。ボウルに牛乳600ミリリットルと片栗粉大さじ2を入れ、よく混ぜて材料の入った鍋に入れて、とろみが出るまで煮ます。最後にバターと塩コショウを入れます。ホワイトソースは作るのに時間がかかりますが、今回は片栗粉を入れることにより簡単にとろみをつけることができます。お皿に盛り付けて完成です。これが使う材料です。もやしは耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをかけます。電子レンジに入れ、600ワットで3分加熱します。レンジから出すとき熱いので気をつけましょう。触れる程度に冷めてから余分な水分を切ります。ちくわは半分に切り、薄く斜め切りにします。甘酢だれを作ります。ボウルに酢大さじ4、砂糖大さじ2、醤油小さじ2、塩少々、水大さじ4を入れ、よく混ぜます。甘酢だれにもやしとちくわを入れて和えます。
ずだれは他の野菜とも相性が良いのでいろいろ応用できます。器に盛り付けて完成です。これが使う材料です。最初に白玉にかける黒蜜を作ります。小鍋に黒砂糖 60g と水 50ml を入れて中火にかけ木べらでよく混ぜます。煮立ってきたら弱火にしてとろみが出るまで煮詰めます。火を止め、酢小さじ1/2を入れて冷ましておきます。酢を入れると味がさっぱりします。ボウルに白玉粉 100g を入れ水 80ml を入れてこね、様子を見ながら少しずつ水を足して耳たぶくらいの柔らかさにします。一口大の大きさに丸め、真ん中にくぼみをつけます。そうすると、早く茹でることができます。鍋にたっぷりのお湯を沸かし、白玉団子を入れます。浮き上がって透き通ってきたら氷水を張ったボウルに入れます。冷めたらざるにあげ水気を切ります。できたら器に盛り付け、上から黒蜜をかけて完成です。健康を知っとく料理、皆さんいかがでしたか？作り方も簡単で塩分も控えられています。美味しそうでしたね。この動画が皆さんのお役に立てたら嬉しいです。